Katsue and had 6 groups of visitors, and the total number of the guests, 17. I love to help travelers bring back home great memories of Japan by sharing a part of Japanese culture through the eyes of Anoko. ナゴンビジットをやってると、日本ではとても友達になれないような私よりずっと若いお友達ができるんですね。それが本当に楽しみです。例えばこの間もオーストラリアから30代の若者3人のグループが来てくれまして、本当に楽しい時間を過ごして友達になって、お帰りになってからもうちに来ていただいている時に話が出たパブロバ、オーストラリアのデザートなんですけど、それを私が好きだと言ったら、それを作るキットまで送ってくれて、でまた私はそれを日本で作って楽しむことができたり、そういう文化交流ができるのも一つの楽しみです。特にうちは和室をご紹介した時に皆さん興味を示されてくださるんですけども、お仏壇を紹介させていただいた時に、私は仏教徒じゃないけど、こうやって親しい人が亡くなった時はやるのが日本では普通で、神棚も同じ部屋にやって、お宅も昔はたくさんあったのよっていうと、とてもゆっくりになります。あとは食器洗浄機の小さいことですね。一人住まいなので小さい食器洗浄機なんですよね。それが「ああ、こんなちっちゃいの僕の国にはない、私の国にはない、写真撮らせて」っていう反応がよくあります。このなごみビジットの前にちょっとボランティアガイドをしてたんですね。それなので普通のことよりはちょっとだけ詳しいところがあるので、これから先行くところを伺ったり、その時にちょっと私が何かアドバイスさせていただけることがあったら、それをお伝えしたいなと思っています。この近くに日本で3番目に大きな聖堂の大仏様があるお寺がある。そこのお寺は観光客とかいなくて、とっても静かで、今までご案内したゲストさん 100% 喜んでいただけました。私は個人的にこのコミュニティで新舞踊をやってるグループとか、太鼓の練習をしてるグループを知ってるんですね。でいつでもお客さん連れてきていいわよって言ってくださってるので、そこにご興味のある方にはお連れすることも可能です。 Why don't you feel real atmosphere of Japanese life through home visit? You see real omotenashi at Nagomi visit. We are looking forward to seeing you in Japan. Have a safe and nice ride. See you!